ささしささへいへい、おはようございます。では3名集まってるので何か企画やりたいなと思って会議してるんですけれども、うん、珍しい場所に GT が現れたと。チンシラかなんか釣ってて、それが釣ってあげてる時にかな、 GT に横取りされて、で糸も切られたのかな、うん、その2回あったらしくて、なかなか聞いたことないんですよ、 GT が現れるって。ちょイメージ的にはいなさそうさ、ね、うん、まあ、可愛い後輩なんですけどね、うん、ずっと目立ちたくて行ってるかもしれないですから、ワードブック、検証を兼ねてやってみてもいいのかなっていう。ちょうどなんかマッキーが、うん、なんか最近釣り竿を揃えましたみたいな、うん、なんかめっちゃ釣れるあれなんだよね、ある程度は糸と重りと竿、リールあればいいな、うん、なるほど、それもいいのかな、その装備がスペックが40センチ、50センチぐらいはいけると思うって言われてるやつを買ったんだよね、うん、まあ。このガチの釣り勢に戦うとだけど、で一応もう一つアイデアがあって、森も持ってるし、もう最悪食ったら頑張ってもらってやるとり、うん、泳いでいけばいいし、ちょっとだから面白いんじゃない、釣り歴だって俺釣り行ったらもう半年もないぐらい、そう浅いから、うん、素人がもう GT 釣ったら大変なことになるから、一応検証からでやってみるか、だからやってみても面白いかなと思って、逆に釣れたらね跳ねる可能性ある、そうだね、うん、結構ね、こういう時になんか俺なんか当たるからね、なんかしらね、じゃ準備してきます、はい、行きます、はい、じゃあお疲れ様です、はい、現在とある海岸に来ております。ここがあのいわゆる先ほど説明した GT の目撃箇所ですね、うん、でなんか買い出し釣り具屋も行って、そうだね、今行ってきて、ちょっとマッキーがあの GT 釣るあの釣り竿持ってるということで、うん、今回準備してもらいました、こちらですGT とはマッキーこれ商品説明ある、紹介してもいいんじゃない、まあこれが1000円竿のリールなんですよ、うん、リールがでかいなと思って買ったんですけど、小学校の時なんか弟が使ってるようなイメージがちゃんと釣り具店で買ったんですけど、うん、400円、おー安いね、そうリールのでかさで見とれて買いました、一目惚れってやつ、そう俺あんま釣りの知識しかないんだけど、おそらくねこれ多分深瀬釣り用の竿じゃないこれビョンビョンって、俺の旗感覚なんですけど、水中中で GT 釣る時パチって切れるんですよ、持つか分からないけど、でもまあGT 釣る前にまずその GT となるような餌釣らなきゃいけないからね、そうですね、とりあえずじゃあ今海のコンディション見てみましょうね、それではどのような感じなのか3、2、1、ドン、申し訳ございませんでした、どっか超もいいとこだ、そうだね、でも待て待て、ほらナブラナブラナブラ、ちっさ今から上がってくるのかな、潮は、うん、今から上がってくる、あで、いや、ユーマ詰め結構いいんじゃないかなと思ってる、 あ一応鳥山あるな、あるぞ、これ来てるぞ、朗報ですねこれ、うわこれすごいぞ、情報デマじゃないかも、うん、これでもさどうする、届かないサイト、うん、満潮まで待つのもあれだからな、確かに出向く、そうだ届かないなら持っていくしかないだろかっこよすぎだろこの辺まで一丁行ってちょい投げして、ワンチャンあるな、そう早速じゃあそうだね、仕掛けを作っていきますか、じゃあそうだね、うん、マッキーやっぱ魚だ、魚、あ、生きてる生きてる、え、これ噛まれてるだろ、あっちこっち、これ生きてるわけさ、ほら、あーパクパクしてる、ほらほら、うんうんうん、ほらしてるしてる、行きますか、じゃあなあ、お、今、ちょっと触ってますね、ちょっと俺が持ってるか分かりにくいかもしれないけど、うん、ほらほらほら、見、見、見、ほら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 、合わせるよ、うん、行くよ行くよ、はい、はい、食ったー、入れたぜ、なんてカメラに優しいヒットシーン、待ってくれましたね、ロロロ、引っ張ってる、すごいすごい、ジーティーかもしれないよ、うん、お、お、来てる来てる、なんだなんだ、クワガナです、あー初フィッシュ、初フィッシュ、はい、鳥山がまた現れました、すごい、突っ込んでる、今からご飯食べるか、お疲れ様はい、お疲れ様です、はい、でも竿をこっち仕掛けて、はい、潮が満ちてくるの待ってる状態ですね、はい、その待ってる間に、腹越しで、でも、ちょ映り込んだから、うん、あ、そうだ、あのバシバシなんか動いてるけど、あの後輩のリュウジですね、うん、俺たちにあの情報提供くれた後輩の一人で、あの見てください、この竿、ガチめの竿を持ってきましたね、我々の竿、伸ばしてあれ、これ叩くこれ
早いもんね。ついてから挨拶もしないうちからピトン立つからもう一回しましょう。じゃあ僕らはそれを横目にあのランチタイム行きますか。ランチタイム行きましょうね。耳側っすね、うん、耳側やっていこうか、うん、じゃあ、はい、試食もう味つけた。ちょっと塩コショウやってよ。あ、ちょっ薄い。試食していきたいと思います。おー、うまいですか。食感最高、うん、リスナーさんからシークワサ。あいやこんなにな、うん、すごっ。これごく一部なんでしょ。ごく一部。大喜味さんのシークワサらしいです。大喜味ったら沖縄のもうすごいね。最北端でしょ。最北端のとこだからもう北の味がする、うん、これをわー、全部にいっちゃうんですね。あ、でも1個で終わるわけじゃない。あらあら、味見もせずに。じゃあ、かけたバージョンね。あー、最高。マジうまい。最高、いただきました。バッチ。どうですか。うん、あっさり、あっさりしてる。うまい。すごいね。大喜味さん、ありがとうございます。名前は大喜味さんじゃない。大喜味さんではない。じゃあ顔が落ち着いてるから、うん、何やってるかなと思ったら、こんな浅瀬でさ話しちゃダメですよこれ。案の定ハマってますよこれ。ジェットスキーのさ色がなんかマキタっぽいよ。マキタのジェットスキーあれ入っていくシーンから撮るかかった。だからな、バーってめっちゃ勢いよくなって落ち着けて入っていって、うん、そう、うん、ちょっと不安そうな顔してるよ。大丈夫かな大丈夫かなって。これ引き型だよこっち。やばいだろ。あ、抜けそう抜けそう。はい、止まってんに泣いてる。チラはチラはね、やばくない。あ、やばあれ確かに動かんくなったんですけど、みたいな顔してる。右左見てる、開ける顔してる、うん、あ、動いた動いた。はい、続いての、はい、商品は何でしょうか。豚ロースの切り身。はい、美味しそうだね。豚は油出るから少しでいいか。入れます。はい、お願いします。おっしゃ、いや滑った。もう滑ってたな。手が滑った。あ、手がね。うん、手が滑る。よかった。手は滑ったみたいな感じだな。早速。うわレベッチレベッチだな。パッと悪くない。レベッチやった。あれはね、レベッチ。豚肉は相当うるさいからな、俺、うん、気をつけるよ。いただきます。うまーい。マッキーが驚いてた。身内が驚いてた。マジで一応いい色してる。美味しい美味しい。うまーい。先ほど立ち込めてるさ、じゃあクワガナを下げてるっていう感じですね。はーい。これをよし、あとはもうマッキーさん投げるだけです。オッケー、ありがとう。カウテー。カウテーでした。おー、なんか綺麗に切れたね、この糸。いい感じ。はい、じゃあ本日3品目ですかね。はい、本日のメインディッシュといきたいと思います。ステーキちょっとやっていきたいんですけど、うん、俺普通にステーキやったら面白くないので、はい、ちょっとなかなかあのステーキに使わないような部位を選んできました。あ、こちら豚腕グーヤの字。はい。最初の豚しか呼び取れなかった。本当の話。豚腕グーヤの字です。長年沖縄に生きてきたけど、うん、意味が分からない。何だこれ。初めて聞きました、うん、で、こちら、単純に安くて多いから、うん、あ、これステーキでいけるんじゃないと思って、はいはい、そ初めて見る名前、豚腕グーヤの字、うん、で、これ調べたところ、なんと豚らしいです。気になる部位ですね、皆さん気になるの、うん、首、腕、顎、肩、どちらでしょうか。もうなんか、ワードで言えば腕グーって言ってる時点で8割答え言ってる風景だけど、うん、逆に違うパターンもあるのかな。分からない、これは一応問題だからね。顎。じゃあ俺は一応王道、まあひねりないけど多分一応腕、うん、正解、腕です。よかったよかった、うん、まんまやん、うん、で、主な調理方法としては、ね、シチューとか煮込み料理とかによく使われるらしいですね。はいはいはい。そうそうそう。なのでよく見られて切られてるやつなのかな、あのシチュー用とかカレー用とか出てくるやつ、うん、多分だと思う。それを今回ステーキにしてみたいと思いますね。おー、はい、一
チューバーっぽいですね。それでは豚腕グーヤの重のステーキいってみたいと思います。言いたいだけなんで。誰か分かる人いたらコメント欄に載せてくださいね、うん、ING みたいなもんかな、うん、豚腕を今から焼きますみたいな ING 現在進行形みたいな。じゃあ ING って書いてほしいな。切り込んでいきたいと思います、はい、あ、見てこんな感じですよ。ほら意外にこうやったらほら薄いかな。あー、本当だね。 OK OK、じゃあ行きます。はい、お願いします。はい、シャーせーの、グーエノジー内緒するそうです。はい、お願いします。うん、手がいて、うん、ちょ、いい香り。おー、すげえこれ切れ込みもなんかうまい具合に、うん、そうだね、切れ込み入ってる。うん、いい感じによいしょ、あ、柔らかい。入るな。吉田さん、グーヤの字できましたよ。いただきます、はい、よう、ん、うん、うまい。普通に豚肉って感じ、素材の味みたいな感じでしょ、うん、じゃあむしろ安い分こっちいいかも。あ、美味しかったよ。いいな、ボリューム取れるからな。ほんと、あ、美味しいさ。リュウジやる、食レポやる。いい、あ、ありがとうございます。いただきます。はい、うん、めっちゃ美味しいよね、全然美味しいです、ね。今全然釣れないので、うん、あの餌変えた方がいいんじゃないかっていう話をしたところ、うん、小学生が、いや、ありがたい、餌はこれがいいと。まさか小学生にご好意を受けて、これじゃ使います。う、ね、うんうん、ありがとうね。ありがとうね。マッキー、これサムネいくか。はい。最高だな、贅沢だな。布団付きですよ、これ。ねえ、だよね。やっぱ世の中静かに行こうっていう、あの、マッキーの心得だから。緊張で考えてるから。ちょっと待ってよ。なんと今この小学生からちょっと餌もらったじゃないですか、うん、僕らあのおかげさまで、うん、平成探偵団さんからこういうステッカー、うん、リスナーさんと会った時は配ってくださいって一応言ってもらってるので、うん、ちょっと1枚しかないですけど、小学生4名いるのかな、うん、4名で1枚争奪戦してもらおうと思います。じゃあ一応プレゼントあるので1人決めてもらっていいか。何名の4名な。何がもらえるかまだ聞いてないですけど、はい、まだ聞いてないね。じゃあこれプレゼントしましょうね。はい、えー、はい、いいですか。はい、ありがとうございます。すごい、いや、よかった。小学生が喜んでもらってよかったね。よかったね。はいはい、いよいよもう GT がいよいよこちら辺に回ってくる時間、あの、いわゆる夕まずめですね。はい、今から釣れるっていうタイミングです。そこで私たちはご飯食べます。はい、皮なしウインナ ー、これ最高。うん、ふみ出し卵みたいな感じですね。あら、豪快に行くよ。全然豪快。釣れなくても贅沢だよね、こうやってね、うん、海でできるっていうのは気持ちいいね、うん、でも今回竿を6本出してるんだよな。俺の竿じゃないけど。これですね、焼き石ですね。お疲れ様です。釣りですか。自分なんかは一応今エイト使ってるんですよ。編集しやすいのって特にないっすね。皮がないからやっぱプニプニしてるな。あ、そうなんだ、うん。同じぐらいだね、大体ね。YouTube やるんだったら、うん、GoPro 何がいい？あ、っていう質問でしたね。なるほどなるほど。俺なんか一応底辺 YouTuber の鏡って言われてますから。そうそうそう。僕らごときにその YouTube の質問が来るようになったっていうのが衝撃ですね。はい、お疲れさん。お疲れ様です。このね、宮国くんがね、僕らの可愛がって後輩なんですけど、これ情報提供者元ですよ。ここであの GT がいるとかあの嘘ついて、騙されて俺たちこっちも 4,5 時間いますよ。本当ですよ。いることあの30センチのチンが横取りされた、うん、だからね、はい、ずっとこいつこっちで釣りしてきてるから、こいつが言うことは一応正しいと思ってるから、一応間違いない、100% いると思うんだけど、ね、本人にもかかってます、ね、だからね、やられましたね、まさか。この後輩の言うことを信じて今5時間ぐらい粘ってね。一応釣れるまで帰らんつもりですから。付き合ってよ。はい。
じゃあよろしくね、はい、よろしくお願いします。万全、万全だ。おー、ちょっと釣れてはいると思う。釣れてはいると思う、うん、ちょっとあれっすね、うん、いけるか、これでいいか、お願いします。うん、はい、相当やばいだろ、相当引けたこいつ。お、宮国が竿を持ってるっていうことはGT4 匹目ですかね。おっしゃー、お願いします。マッキーさんいる。マッキーさんキス張り、いや、マッキー回してるぞ、サビキクワガナ、クワガナいいね、すごい、違うな、すごい、チクチしてるやつ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。小さいのはね、ちょいちょい釣れるんだけど、うん、本命の GT が当たらないな、うん、あ、難しいな。この時間まで粘って釣れないかったら釣れないよっていうことで、一旦撤収するかな、我々は。これはしょうがないね、助けしてからね。ということで、じゃあ今回 GT を釣ってみた。釣ってない、釣ってない。はい、ということで今回は GT 釣りに行ってきたでした。はい、はい、ありがとうございました。よっしゃ、じゃあ反応したら、おおってやってこんな音になるのよ。ああ、いい感じですね、今の。じゃあ行きますよ、もう一回ね。やっていいか。はい、